オルビアスウィフトページへようこそ。多くのオンラインマーケターが見落としているんですけれども、ワードプレスでビジネス展開をしている場合ですね、そのワードプレスのページ読み込み速度、労働時間というんですけれども、これがですね長引いてなかなか画面が表示されないといった場合ですね、非常にですね大きなデメリットが生じるんですね。この事実をですね見落としているんですね。まあ、あなたのですねワードプレスの読み込み時間が非常に時間がかかってなかなか切り替わらないとですね、まあ、大きく分けて2つの問題が生じます。1つ目なんですけれども、せっかくですねあなたが誘導したトラフィックですね、そのトラフィック、まあ、訪問者があなたのワードプレスブログに到着したと、しかしなかなかページが表示されないといった場合ですね、すぐに立ち去ってですね、まあ、二度とですねもうあなたのブログにやってこないといった問題が生じます。まあ、バウンスレートっていうんですけども、そのバウンスレートが非常に大きくなってしまいます。そして2番目なんですけれども、あなたのですねワードプレスブログの読み込み時間が非常に時間かかるとですね、Google などのですね検索エンジンからペナルティを課せられると、まあ、結果としてですね検索結果ページのですねもう県外にもう弾き飛ばされてしまうということになります。そうするとどういうことになるかというとですね、まあ、オーガニックトラフィックを誘導することができなくなってしまいます。ですから誰も来なくなってしまうんですね、検索エンジンから。ただですねあなたが例えばメルマガ等をやっていたとして、まあ、メルマガであなたのワードプレスブログへ集客したと言ってもですね、ページがなかなか切り替わらないとですね、もうそこでもう立ち去ってしまうと、まあ、この負の連鎖が続くとですね、結果としてあなたのブログは閑古鳥が鳴くということで、まあ、リスト構築もできなくなりますし、売り上げも見込めなくなってくると、まあ、ひどい場合にはですね、もうあなたのオンラインビジネス崩壊の危機に直面するということになります。まあ、どんな時にですねあなたのワードプレスの労働時間が、まあ、長くなるのかと言った場合ですね、一つ、まあ、明らかな原因としてはですね、ブルートフォースアタック等ですね、まあ、ハッカーの攻撃によってですね、一時的に、あなたのサーバーに、過剰な負荷がかかるということで、なかなかこう読み込みができなくなってしまうと、まあ、言った場合はですね、誰でも想像がつくんですけれども、もう一つの原因があるんですね。それはワードプレス、あなたの使っているワードプレス、使っているという意味はですね、あなたがインストールしているプラグイン、あなたがアップロードしたイメージファイル、まあ、こういったもののがですね、原因となって読み込み速度が遅くなるという、まあ、原因があるんですね。このですね、1番目の原因というものはセキュリティプラグイン等を入れることによってハッカーたちを撃退するということで、この場合ですね、2番目なんですけれども、オルビアスウィフトページの登場となります。オルビアスウィフトページはですね、ご覧いただくと一目瞭然なんですけれども、6つのですねタブから構成されております。まずダッシュボードなんですけれども、全体的なですねあなたのワードプレスのパフォーマンスを数値化データとしてこちらに表示してくれます。まだ今何も表示されてないんですけれども、サードパーティーのですねサービスとインテグレートすることによってさまざまなデータがこちらに表示されます。そしてですね、まあ、全体の、まあ、設定を見ていただくんですけれども、このようにですねさまざまなですね項目をオンオフ設定をすることができると、まあ、選択できるオプションはですね初心者から上級者までですねもう幅広く ご活用いただけるような項目がリストされております。もう意味のわかるものをまずはですねセットするということができると思います。そして2番目なんですけれども、まあ、スクリプトですね、スクリプト関係、JavaScript 関係のですね、設定を行うことができます。そしてスタイル設定ですね、CSS スタイルですね、まあ、さまざまな設定をすることができます。そしてイメージなんですけれども、非常にですね、大きなイメージを読み込むと、それだけ負荷がかかってくるんですね。まあ、ここではですね、サードパーティーのサービスとインテグレートをしてですね、非常に効果的に画像の圧縮を行うこともできます。そしてセッティングなんですけれども、
まあ、ここでですね、サードパーティーの GT メトリックスとのインテグレーションを行うこともできます。まあ、このように、一元的にですね、あなたのワードプレスのスピードアップを実現すると、なおかつですね、初心者から上級者まで幅広く活用することができる、画期的なですね、プラグインがオルビアスイフトページになります。まあ、今ちょっとご覧いただいているとこの3つの項目が表示されているんですけれども、これはですね、他のプラグインのウォーニングのウィンドウになりますので、まあ、あなたの環境ではこの3つのポップアップは表示されていないということを事前にご了承ください。ぜひですね、オルビアスイフトページを導入するしてですね、あなたのワードプレスのロード時間をスピードアップしていくと、まあ、これはですね、非常に地味なんですけれども、あなたがですね、せっかく努力して集客し、なおかつコンバージョンを上げるためにさまざまなコピーライティングを書き直し、素敵なイメージをアップロードしてもですね、読み込みに時間がかかると誰も見てくれないと。まあ、それだけではなく、長期的に見ればですね、あなたのオンラインビジネスを破壊してしまうというリスクが高まるということを常にですね、意識していただきですね、今すぐですね、オルビアスイフトページを導入されることをお勧めします。はい、ありがとうございました。